どう？考えは決まったかしら？ええ、何でも言ってちょうだい。そんなにかしこまらないで。あんたもあのデカブツを倒してくれたじゃない。お互いに感謝し合ってたら日が暮れちゃうわよ。あんたが宇宙ステーションを反物質レギオンの毒手から守ってくれて本当に助かったわ。ヘルタは私に借りを作ったことは認めないだろうけど、これからは私が何を頼もうと拒絶したりしないはず。宇宙ステーションから器物を一つ拝借するくらいなら多分問題ないでしょうね。そうだ、列車に乗って話すのはどうかしら。コーヒーを入れてあげるわ。得意なのよ。とっくに住んでるわ。私は何回もここに来ているから、今回も私にとってはいつも通りの旅になるはずだったの。でも今はもういつも通りのことなんて一つもない。既存の航路をたどっても新しい発見がある。それが開拓なのね。今まで通りアキビリの足跡をたどるわ。私たちはこれまで数多くの世界に停車してきた。これからもそれは変わらない。銀河には数えきれないほどの次の駅があるのよ。広い星の海は私の夢であると同時に列車の願いでもある。私は新世界の探索を渇望し、列車は過去の航路に復帰したいと望んだの。あんたが他の人と違うからよ。性格は確かに理由の一つだけど、それだけじゃないわ。あんたには他の人と比べて自分は何が違うのか、それを見つける機会が必要だと思ったの。誰もがあんたを体内に性格がある機械な人間だと言うけど、自分で理解するのと他人に言われるのとでは、たとえ私やヘルタの主張がどんなにもっともらしく思えても、両者には大きな違いがあるはずよ。あんたはいろいろな経験をする必要があるわ。そうすることで初めてあんたが性格によって何を得て何を失ったのか、さらには自分が何者なのかを知ることができる。逆に言えば、性格をコントロールすることを学ばない限り自分の運命もコントロールできないでしょうね。性格はあんたにとって未知のものなのかもしれないけど、あんたの体内にそれがあるのは事実よ。このことをしっかりと胸に刻んでおけば、きっと遥か遠い未来に進むことができるわ。どう？考えは決まったかしら？やっほー！聞いたよ！うちらと一緒に列車に乗るんだよね？言わなくてもわかるでしょ？うちらここまで結構いいコンビだったし、おまけに同年代じゃん！理由なんてこの二つで十分じゃない？でもあんた、まだ何か悩んでるみたいだね。ほら、話してみなよ。うちが相談に乗ってあげる。急に考えに浸るんだね。収容部分で会った時さ、あんた弱っちそうだったから、ちゃんと守らなきゃって思ったんだ。でもまさか、バットを持って元気いっぱいに暴れ回るなんてね。それから、あのでかいのを幼おじちゃんのブラックホールに叩き込んで、うちを救ってくれた。まだちゃんとお礼言ってないんだよ。はぁ、ここでお別れじゃなくてもよくない？その質問には答えられるよ。目が覚めたら列車に乗ってたの。うちは宇宙を漂っていたところを、列車に引き上げられたんだ。どう？神秘的でしょ？
なに危ない状況はめったにないかな。さすがのうちも結構ビビったもん。でも列車に乗ってからはたくさん不思議なものを見てきたよ。例えば砂漠で砂魚っていう動物を捕まえたり、逆さまになったお城を戻すために重力場を修正したり、道の真ん中で寝てるトナカイを避けようとしたら空から降ってきた炎光の弾が頭に直撃しそうになったり、今考えるとどれも危ない状況だったかも。でもみんなと一緒だったからかな、どんな問題も全然大したことなかったんだ。乗った方がいいに決まってるじゃん。なんで悩むの？今はうちら4人とパムしかいないから、一人が一つの車両を占領できちゃうんだよ。こんな寂しい状況を見て見ぬふりしないよね。じゃあ見においでよ、乗ってみればわかるからさ。待ってるからね。お前か。何か話したいことがあるようだな。急にどうした？俺が何かしたのか？そうか。俺は列車の護衛だから本能のようなものだろうな。俺はお前もよくやっていたと思う。お前が請求列車に乗車する件について言っているのなら、それは考えすぎだ。俺の意見はシンプルだ。どちらでもいい。お前も俺の意見を考慮することなく、自分の好きなようにすればいい。列車に乗ったからといって、旅行や冒険をするわけではない。請求列車は、開拓を象徴するものだ。わかっているのか？開拓は往々にして未知を意味する。それは未知の危険かもしれないし、未知の楽しみかもしれない。俺が思うに、未知は基地より恐ろしいものではない。未知は多くの場合、制御したり変化させることができるからな。わかっているならいい。あれは本当にあれだな。あれほどのあれはない。ホーム用探索機発売中。あ、どう？考えは決まったかしら？なら私についてきて。出発出発。乗りましょう。そこのぼんやりしてるお前、そう、お前じゃ。お前のことは姫子から聞いておる。いいか新人、大事なことは一度しか言わんぞ。最近お前は特別だといろんなやつから聞くが、ここは請求列車じゃ。この列車の乗客なら誰もが秘密の一つや二つ抱えておる。乗車したからにはここのルールに従ってもらうからな。よーく覚えとけ。
特別なのはお前だけじゃない。俺はパム、ここの車掌じゃ。列車の中で困ったことがあったら俺のところに来るように。事例というものを知らんようじゃな。それで俺に何の用じゃ。何の？美月ちゃんのことか。あの子の部屋を知ってどうする。ああ、そういえばお前が美月ちゃんを助けたと姫子から聞いたぞ。うん、勇気があるのはいいが少し無謀すぎる。まあそれこそ開拓者のあるべき姿なのじゃが、美月ちゃんの部屋なら客室車両にある。ただあちこちフラフラするのが好きな娘じゃから部屋にいるとは限らないぞ。炭鉱の部屋？ああ、資料室のことじゃな。炭鉱はあそこに居座っているだけじゃ。俺もあれこれ言うのが億劫でそのままにしておる。美月ちゃんの部屋はその隣だから、ついでに会ってくるといい。
前、あれを知っているのか？姫子の趣味でな、いろんなところからヘンテコなガラクタを集めてきては修理しておる。あれは少し改造されているようじゃ。列車の跳躍にはもう少し準備作業が必要じゃ。俺は手が離せないから自分で好きに見て回るといい。安心しろ、列車でのお前の一挙手一投足はこの俺の目から逃れられんからな。で音楽を聴くのが好きなんじゃ。これなら過去のメロディーを再生できるとそう言っておった。ちなみに要は黒い円盤を収集するのを好んでおる。どれも骨董品らしいが、お前も外で見かけたら持って帰ってくるといい。きっとあいつも喜ぶぞ。電子機器の音が聞こえるような。誰だ？お前か。鍵はかかっていない。入れ。何か用か？そうか、ここは列車の全乗員に解放されている場所だから、お前も好きにすればいい。かつてアキビリが歩んだ道のほとんどはすでに追うことができなくなっている。しかし列車の現乗員として俺たちの旅を記録することには必ず意味がある。だから収集した資料を資料室のアーカイブに入力して、列車が訪れた場所の文明や生態、それから地質の特徴などをまとめ、過去のデータと比較しているんだ。あの端末が見えるか？あれはアーカイブにつながっていて、現在までに知られている情報を閲覧することができる。気になるなら試してみるといい。鍵がかかってない。入ってみようかな。少しだけなら大丈夫だよね。自分が後悔しないような未来にたどり着く。この短い間にいろいろなことが起きた気がする。We'll see.
乗客は注意せよ。まもなく跳躍を行う。各員列車のラウンジに集合するように。もうすぐ次の駅に行くけど、どう？ワクワクしない？あんたにとっては初めての旅だから、うちの2倍はワクワクしてるんじゃない？おお、気合入ってるじゃん。うちも初めて跳躍するときはドキドキしてたよ。今はすっかりベテランだけどね。安心して、すぐに慣れるし、気がついた時にはうちみたいになってるから。まずは不安の根源をつかむの。確かに少し分かりにくいかもしれないけど、心で感じてみて。次は意識を集中させて、全ての不安をつかんだ一点に集めるの。そこまでやるのって結構難しいのに。最後は思いっきり不安を引っ張り出して投げ捨てる。マジ？うちは一度も成功したことないのに。で、気分はどう？少しは楽になった？君は初めて跳躍を経験する。不安になるのも無理はない。もし緊張しているのなら、俺が話し相手になろう。奴らは壊滅のアイオーン、ナヌークが率いる軍団だ。ナヌークの信者として壊滅の意志を実行するため、生命と文明に対して混乱と災厄を広めている。反物質レギオンの行動はなぜという観点からは説明できない。なぜなら、壊滅という信念を遂行することこそ奴らの唯一の動機だからな。劣化は侵食現象のことだ。今のところ性格が劣化を生み出しているという見方が主流だな。劣化に触れたものや空間は変容を遂げ、特殊な劣化造物になる。だがあまり心配する必要はない。少なくとも性格は今君の体内で静かに眠っている。外部に異変をもたらすことはないだろう。この現象が初めて発生した時期まで遡ることはできないが、人類によって観測された時点、あるいは現実世界に影響を与えた時点で、すでに取り返しのつかないことになっていた。穏やかな海面に突如として嵐が吹き荒れたように、この現象の出現は順調だった生還旅行を危険なものにした。この変異侵食現象を伝播させるもの、それが性格だ。まるでがん細胞のように拡散することから、スターピースカンパニーは性格を挽回のがんと呼んでいる。列車のみんなのことか。いいぞ。誰について聞きたい？実を言うと、いつパムが現れたのか全く覚えていないんだ。俺が列車に乗る前だったか、いや後だったような。おかしいな。パムは請求列車の妖精みたいな存在だ。列車の中で助けを必要としている者がいれば、どんな時でも必ず姿を現してくれる。だからといってパムを侮ってはいけないぞ。パムが怒ると尋常じゃなく怖いんだ。そう、尋常じゃなく。それは相性か。そうだな、姫子から聞いたかもしれないが、ナノカは宇宙を漂う氷の塊に封印されていた。それを俺たちが偶然発見して彼女を助け出したんだ。あれは非常に特殊な氷で、
六層表と呼ばれている。虚数の法則に従い、外因によって形を変えることのない造物だ。彼女を六層表に封じた人物が誰であれ、その目的が彼女を守るためだったのか、それとも追放するためだったのか、詳しいことはわからない。いずれにしても、あの氷は長い間、ずっと宇宙を漂っていたはずだ。姫子は星宮列車の主だ。みんなパムのことを車掌と呼んでいるが、彼女こそが列車の主であると誰もが認めている。すべての物語は赤髪の少女が星宮列車に出会ったことから始まった。それ以来、彼女と列車は一心同体なんだ。彼女はまるで燃え盛る太陽のように、とても情熱的な人と言えるだろう。普段の姫子は神秘的だが、時折彼女は自分を燃やしながら夢に向かっているように感じる。彼女のような人こそ星宮列車にふさわしい。俺はそう思っている。おそらく姫子には大切な夢があって、それが彼女の人生のビジョンを形成しているのだろう。炭鉱は孤独な子だ。冷たく見えるかもしれないが、根は悪いやつじゃない。長い逃亡生活が彼を今のように変えてしまったのだろう。彼を見ていると若い頃の自分を思い出すよ。彼が何から逃げているのか俺たちは知らない。ただ一度だけ話してくれたことがある。彼自身よく分かっていないようだが、とにかく何かに追われているような気がして逃げずにはいられないのだと。かつての彼は泉州にいてカンパニーに所属したこともあるようだが、本能が早く逃げなければいけないと絶えず警告していたらしい。そこで彼は弔い霊人のゴンドラに乗り込み、カンパニーから逃げ出して紆余曲折を経て列車に乗車した。それ以来、ここが彼が最も長く滞在している場所だ。炭鉱に危害を加えようとするなら誰であろうと許さない。彼は列車組の一員だ。星宮列車のメンバーに手を出そうとする者は、俺と姫子の憤怒の炎を味わうことになる。どうしたの？何か言いたげな顔してるわね。あんたが何を聞きたいのか大体の察しはついてるわ。私を探して正解よ。さあ、遠慮なく聞いてちょうだい。列車について知りたいの？嬉しいわね。この列車は私たちにとって大切な仲間だもの。星宮列車は開拓のアキビリが作った、彼と七死人を乗せて青函旅行をするための乗り物よ。他にも似たようなものがあったらしいけど、列車には詳しい記録は残ってなかったわ。私が列車を見つけた時にはすでに記録媒体が破損していて、多くの貴重な情報が失われていた。分かっているのは、この列車が間違いなくアキビリの創造物であり、彼と一緒に旅をしてきたということだけ。どうやって作られたのか、どうして止まってしまったのか、その理由はわからないの。この列車はかつて開拓が歩んだ軌道に沿って進んでいるわ。一部の停車駅の記録は失われているけど、最初と最後の駅の名前はペガーナ、つまりアキビリの故郷だった。ペガーナを出発して途中の駅で停車し、最後には始まりの地に戻って次の旅を始める。これが星宮列車の運行予定だったんでしょうね。でも性格の出現によって
どの停車駅でも遅延が発生してしまったみたい。銀河で流れている噂によれば、この列車のコアはアイオン・アキビリの心臓で、その心臓が星球列車に世界を渡る力を与えているんですって。でもその噂を証明できるものなんてこの列車では見つからなかった。それに開拓がなくなる前から列車は走っていたし、アキビリに心臓が2つもあるわけがないでしょ。だから私は列車自体に何らかの仕掛けがあって、開拓の運命から力を得ているんじゃないかって考えてるの。普通の運命の後人にはできないことよ。落ちたアイオン、逝去した開拓、彼の死は謎に包まれているわ。でも知られているアイオンの中では最も人間に近い存在らしいの。列車のアーカイブによれば、彼は人間と一緒に歩み、冒険し、戦い、喜びを分かち合ったそうよ。原動力に縛られた神として、アキビリには人間と同じような自由があった。彼は他のアイオンとは少し違っていた。そしてその死も突然で、とあるアイオンに殺されたという説もあるけど、私は信じないわ。銀河は広いから、急に聞かれても何から話せばいいのかわからないわね。アイオンに比べたら派閥は分かりやすいわ。共通の目的のために集まって、アイオンや運命に対する独自の解釈を実践する人間の集団、それが派閥よ。星の神々は手の届かない存在だけど、派閥は私たちと密接に関係している。アキビリが銀河を開拓してから、人々は異なる世界の存在を意識するようになった。そしてアイオンの力を使って星間旅行をしようとする人が増えていったの。例えばスターピースカンパニー、彼らは孫悟を崇拝していて、ひょんなことから銀河一の経済体に成長したわ。あとは天才クラブね。知恵の加護のもと研究に力を注いでいて、ヘルタみたいな変わり者のメンバーが多く在籍しているの。これらの派閥は私たちと同じ星間跳躍能力を持っているから、銀河の旅を順調に進めるためにも彼らとの付き合いは欠かせないのよ。アイオーンは銀河で最も神秘的な存在よ。私たちが知っているのは、彼らが知的生命体から昇華した存在らしいということだけ。でもその条件や原理は天才クラブの人たちですらわからないの。ある生物がアイオンに昇華すると、運命を掌握する力を得られる。そして運命の中にある虚数エネルギーを操ることができるようになると同時に、原動力に縛られることになる。壊滅のアイオンは宇宙を破壊することしか考えていない。知恵のアイオンは一心に万物の答えを求めている。孫悟のアイオンは絶えず壁を築き続け、神秘のアイオンは決定的な情報を濁すことに尽力している。あまりにも多くの謎に包まれた存在、それがアイオン。ヘルタはメンバーを集めてその謎に挑もうとしているらしいわ。これまで多くの星を旅してきたけど、まだ銀河の本質を知ったとは言えないわ。あまりにも広大すぎるもの。あくまで仮説でいいならいくつか紹介できるけど、一番有名なのは宇宙の木ね。提唱者は知恵の司令で、天才クラブ初の会員でもあるザンダーよ。彼は銀河が虚数の巨樹であり、隔たれた天体は木の葉であると主張してる。だから虚数から直接エネルギーを得られるアイオンと、アイオンに祝福された司令だけが
虚数エネルギーで満たされた空間を越えて生還旅行をすることができる。文明が生まれる惑星が似通っているのもこれが原因だそうよ。でもこの説には多くの問題があるわ。天才クラブ会員番号56のイリアス・サラスは長距離センシングを発明して虚数の唯一性を反証した。つまり宇宙の季節の根幹を揺るがしたの。この他にも伸縮論やヒートトーチ論、パラレル結像論、多くの仮説が立てられてる。リドラーの主張だと銀河はただの夢に過ぎないとも言われてるわね。私の知る限りだとこの説はX の崇拝者たちに好かれているみたい。アイオーンの誕生は一つの運命の始まりを意味する。運命の本質は謎に包まれていて、私たちは人間が理解できる方法で推し量ることしかできない。ある種の哲学的な概念ってところかしら。ある人の意志と運命が重なったとき、その人は運命の道を歩んでいるとみなすことができる。もし本人の意志が十分に強ければ、運命の道からわずかな力を引き出すことが可能になるの。そういう人たちのことを私たちは運命の工人と呼んでいるわ。運命の工人は人間を超えた力を持っているけど、運命を完全に司るアイオンに比べればその力は微々たるもの。大海原にある一滴の水のようなものよ。それから稀にアイオンから直接力を授かる人間もいるわね。そういう人は司令と呼ばれているの。ちなみに一度開かれた運命の道を閉じることはできないの。それを司っていたアイオンが亡くなっても道は開いたまま。だからアキビレがいなくなった今も私たちはこうして星々を旅できるのよ。開拓は私たちの使命であり、列車が銀河を走るための力の源でもあるわ。未知の世界を探索して目の前の道を絶えず切り開くことね。その土地の文化を理解して溶け込むことね。新しい世界との関係を構築する。喜びや悩みを共有することよ。世界と世界を連携して決して途切れることのない道を歩むことよ。世界と世界を連携して